しんぺいちゃん、女性の方です。突然ですが恋愛について質問です。お、私は好き、この人だってなるとかなり積極的に行きます。当たって砕けてもいいと思う派ですが、私の親友はかなり消極的な空回りしちゃうタイプです。私はいつももっと攻めてアピールしないと振り向いてもくれないよとかなり言ってますが無理みたいです。ゆうじ君は積極的と消極的どちらですか？また積極的に来る女性はダメですか？なんか懐かしいですね。懐かしいっていうか、こういう話は、ですね、そうですね、自分は消極的になっちゃいますね。なんかその空回りしちゃうタイプでしたね。なんだろう、やっぱかっこよく見せたいし、よく思われたいんでしょうね。そういう気持ちがあるから空回りしてましたね。だからその違う別の女の子とかの方がなんかうまく話せたりとか、自分の本音言えたりもしてたタイプですね。消極的。でも積極的に来る女性はやっぱ悪い気はしないなとは思いますね。例えばなんか友達づてで、あのなんとかがいまいちなことちょっと好きっぽいよとか、その遠隔とかで聞いたりとか、あとはスキンシップが多い子とかはやっぱこう意識しざるを得ないので、そういうのはもう存分に使っていった方がいいんじゃないですか。うん。結構ね、あの、友達使って、あの、アピールするの効くなって思いますね。最初はジャブなんですけど、そのジャブがね、どんどん効いてって、かなり最後はアッパーにね、こう、行くみたいな感じで。うん。うん、そうですね。自分は消極的ですね。うん。なんか懐かしいですね。はい。新平さんありがとうございました。